はい、1839回始めます。11月4日土曜日になったところですね。外晴れてきましたね。もうだいぶ明るくなった。けどもうなんか霧がすごいですね、この辺り。宮城県南部の廃屋。今日はね、これで最後で帰ります。本当はもうちょっと話あったんですけど、ちょっと読んでなかったんでね。最後はまあちょっとしたね、新聞記事、なんですけど、迷惑な話だね、バイク。従来の暴走族は減ったのに…ってことで、茨城かな、これ濁んないんですね、茨城県ってね。茨城県で爆音バイク急増、 SNS で、月曜から夜更かしなどと称して集合しているということ。読売新聞、もう暴走族じゃないんだよと。この宮城県南部のこの廃屋、もうそこに県道通ってるんですけど、まあこのチャンネルたくさん見てもらってる方わかると思うんですけど、時々ねうるさいバイクが結構通るんですよ。だからこれ茨城だけの話じゃないと思いますよ。昔見たなんか暴走族のみんながね、族として同じメンバーで固まってっていうんじゃなくて、 SNS で、まあ、毎回メンバーが固定じゃなくてね、違ったメンバーが集まってみんなでワイワイ騒いで爆音とどろかせて走ってるみたいなんですよね。読売新聞、茨城県内で深夜に爆音とどろかせて走るバイクが住民を悩ませていると。最近は暴走族のような固定メンバーではなく、 SNS 通じて集まった少人数によるゲリラ的な、暴走が目立ち、実態の把握が非常に難しくなっているということで、通報は後を絶たず取り締まりを強化しているということですね、茨城県警。もう毎週金曜夜になると日付が変わる頃まで爆音が鳴り止まず眠れないんだと、水戸市の、男性70歳は憤りを隠さないということですね。水戸駅周辺では週末を中心に、まあ、マフラーね、消音器を改造したバイクが爆音を鳴らして周囲を走り回ると、もう90歳超える両親がね、爆音で寝つけないんだと、なんとかしてくれやっていうね。まあこの男性70ですから、その両親って言ったら90歳超えてますよね。まあ辛いよね、爆音で寝れないんじゃね。ご高齢の方なんか寝てるよ、12時前後っつったら。そういうの考えずにやるからね。ほんとここの通りの前、廃屋の前通る連中を本当にうるさいのいる。これ茨城だけじゃないと思うよ。県警が把握する暴走族は統計が残る2014年の18団体から昨年時点で3団体に減ってるということ。ただ暴走族や爆音バイクなどの取り締まりを求める通報は後を絶たないと。9月時点で1412件と去年に比べて約200件増加。水戸市の市街地や大洗町の沿岸部、県内や県西で、通報が多いということですね。暴走族ではないんだと。ただ通報は増えてるっていうことですね、最近。で県民への、意識調査で治安が悪いと感じる理由は、暴走族の多さが犯罪発生の多さを押しのけて2番目に多かったっていうことでね。やっぱり暴走族っていうか、暴走族じゃないんだけどね、暴走行為ね、爆音とどろかせてのあれが多いと、やっぱり治安悪いなって感じはしますよね、確かにね。もう何が楽しい、やれば楽しいのかも分かんないけど、ほんと迷惑な話だよね。で水戸署と、茨城運輸支局など8月住民の通報が多い大洗町など国道51号周辺で取り締まり実施、大規模なパトカーで道路を封鎖するなど集団走行していた、バイク14台を停止させ、装備など確認、消音器の未設置など道交法違反で摘発したと。県警によると SNS で集まった若者たちは爆音で走行する一方、信号無視やヘルメット未着用といった違反が少ないと。若者たちは違反が意外に少ないと、ヘルメット未着用とか信号無視とかは意外にしないと。ただ爆音で走行すると。でこの若者たちね、人気テレビ番組月曜から夜更かしなどと称して集合ね、取材に応じた
20代は暴走族ではないと答え、大きい音を出すのは気持ちがいいし面白いと思っていると。信号は守るしヘルメットもつけて事故に気をつけていると。で、まあ警察側も対応してるんだけども、この取り締まりが難しいと。改造バイク減らないのはなぜかというと、このマフラーね、消音器、マフラーやミラーが不正に取り外されてる場合、運輸局から、整備命令書が交付されると。ただ15日以内に運輸局などが車両を確認し、違反がなければ命令は解除されると、ね、整備命令書を出すんだけども、後日確認の時に OK だったらその命令は解除されるから、まあその時ね、外しててもすぐつけりゃいいじゃんみたいな、つければ、整備の命令書はもう解除されるってことですね。まあ取り締まりも難しいと。まあ爆音バイク見つけてね、逃走する場合も多く、追いかけられてね、事故を起こす危険性も生じると、ね、蛇行運転とか並走などの道交法違反、昔のような暴走族のそれも視野に入れるが、最近のバイクはこうした違反が少ないと。信号は守るしで SNS で集まるから神出鬼没だということで、なかなか取り締まりも、意外に信号は守るしね、蛇行運転とかしないと。ただ爆音だけが問題だと。で SNS で集まるから毎回固定メンバーじゃないし暴走族じゃないしみたいなね、うん、時々集まって時々出席してみたいな、時々爆音で走行して、まあまあまあ捕まったって軽いね、うん、マフラーないだけみたいな罪なんで、まあまあまあいたちごっこみたいな感じになってるみたいですね。まあ本当にまあね、なんて言うやら、まあ迷惑な行為やね、迷惑な行為、うん、さっき出た住宅街のね、高齢者70歳の男の人ね、90代のね、お父さんお母さんと一緒に住んでて、そりゃ12時近くまで爆音出されたら眠れないよ、寝てても起きちゃうよ、うん、迷惑だね、人の安眠妨げるっていうのは。で私なんかもよく、うん、厳しく取り締まれとかなんとか簡単に言うんだけどもね、まあ白バイで追走して、うん、逃走される過程でね、事故って死なれてもそれはそれでっていうのを私随分批判してるけどね、うん、よくパトカーとか白バイでね、追跡して大事故を起こして運転手、その若い人とかが死亡するっていうの結構あるんでね、警察に対してこれなんとかならねえのかって私よく言ってるんだけど、まあそれは、うん、このニュース見て警察かなりね気使ってるっていうのは分かったんだけどね、うん、まあ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 迷惑な話だね、迷惑な話、本当にそういう人の迷惑っていうのね、全然考えない人がいるから気持ちいいじゃんって、それレース場あるんだからね、そういうところでやってくださいよって、お金払って思う存分金出してね、車でもバイクでも持ち込んで好きなだけレースできるんだから、そういうふうにやってもらえりゃいいんだけども、ですね、はい、愚痴でした。警察の人も結構、うん、私だけじゃなくてやっぱりこのね、取り締まりを通しての死亡事故とかを起こすと、ね、逃走して、ね、パニックって逃走して、ね、衝突して事故を起こすとか、ね、あと第三者被害者ね、生まないように、まあ、歩行者とか自転車とかね、うん、逃走したバイクとか車が、そういうのもありますから、うん、全く関係ない人が死んでしまうとかいう、そういう悲劇起こんないように、まあ、警察も気遣ってやってるみたいですね、これね、うん、まあとにかく、まあ、日本人昔からね、人に迷惑かけないっていうのが一つのね、なんていうかお国柄っていうか美徳とされてることなんで、迷惑かけないなんていうことはまずありえないんだけども、積極的にね、せっかくついてる消音のマフラーをせっかくついてるものを外してまで爆音を轟かせるっていうのはやっぱりちょっとおかしいよね、うん、その辺ね、夜集まって走るのはいいんだけども、信号も守ってね、ヘルメットをつけてんだら、ね、音も出さずにね、ほんと法令遵守でやりましょうよ、だいぶ気持ちいいからそれだけでも本当にね、はい、ということで終わりたいと思います。皆さんまたね、5日後ぐらいにお会いしましょう。今度5日後ぐらいなんだね、ちょっと先になるけど、うん、今度11月10日ぐらいかな、はい、なると思います。はい、チャンネル登録、高評価、再生リストの利用
よろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。失礼します。